4年ぶりの夏白星を挙げた去年のメンバーがほとんどそのまま残る屋久島。中学時代の離島甲子園でベスト4進出を経験した代でもあり、同じ高校に進んでさらに深めた絆も武器に県の頂点を目指します。大会の目標はまず地区で優勝して、鴨池に行ってそこでも勝ち上がることです。屋久島先輩活動よし。